岸です。エンタメ世のため、エンのため、岸エンタメワールド。まあ昨夜おかげで、登録者の皆さんがですね、200を超えました。でその200の超え方なんですけど、この一月の間にですね、10月の11日から一月の間に、120の新しい登録者の方がいらっしゃった。三月なんですけど、できて三月なんですけども、なんとこの1ヶ月でですね、120の登録者の方がいらっしゃくださったと、ありがたいことでございます。引き続き、皆さんこの面白いチャンネルがあるというふうなことを、言うていただいて、そうしましたら私もより頑張って、面白くしますので、よろしくお願いします。で今日はですね、昼間に、この京都の南座に歌舞伎のチケットをですね、取りに行ってきました。先日東京の吉礼館店興業ですね、團十郎白猿襲名披露興業をちょこっと行ってきまして、まあチケットはネットで申し込んだったんですけど、早くゲットしたいということでですね、行ってきました。で今年のおかみせはですね、このどんなんが面白そうかなということで、大体この今からちょっとお見せしますが、昼の第一部はですね、吉田の専門学は寿司屋、そして龍子という踊り、そして封印切りですね、松浦の太鼓から中心裏ネタですね、そして豊島という踊りと女殺し油の地獄と、これだけでございます。まあ、キッシュはどれがええって思いますかっていうのことですけど、私はまあ、もし一つの部だけ見るんでしたら第二部でしょうか。この封印切りはですね、上方歌舞伎の、大変面白おかしい、そして面白おかしくて、あとちょっと悲しくなるという、そういう芝居です。愛之助さんがどこまでですね、この丹波八右衛門ですね、肉々しく、そしてかつ面白くやるかというのが注目じゃないかなと思っております。そして、松浦の太鼓、これは仁左衛門さんがですね、松浦公ですね、これをされます。そして、大高玄吾さんと、企画さん、この3人の、俳句ですね、ホックのやりとり、これがよろしいですね、有名な、ね、土神のせいや水の何千も人の身も、明日待たるその宝船というような、大変格調高い、シーンございます。それでは南座の前はどんな感じだったでしょうか、今日もですね、それをご覧いただきましょう。それでは、岸です。今日は吉礼館店興業の
12月のチケットを予約してありましたので買いに来ました。今中村勝太郎さんの後を越えての芝居が跳ねまして、この辺り大変忙しくなっております。早々に立ち去ろうと思っております。それでは、これが玄関先の全体堂でございます。